火曜日午後10時47分ごろ、石川県輪島市と志賀町で震度5弱の強い揺れを観測する地震があった。今回の地震の震源地は石川県西方沖、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6 と推定され、1月の地震で被害が大きかった七尾市や珠洲市などは震度4を観測した。この地震で津幡町の70代の女性が転倒して怪我をし、救急搬送された。びっくりして飛び起きたけどね、結構長かったね、揺れが。地面が縮まるような。恐ろしかったんだけど、私行っとき、どこも行かれんしゃんたほやろ。行くとかないもん。うちは全然行かれんし、道は潰れてもったもん。石川県によると、県内では大きな被害は確認されていないが、元日の能登半島地震を思い出して不安を感じる声も聞かれた。昨日、関西大学で行われたシンポジウム。登壇したのは、能登半島の地震の研究を続ける京都大学の西村教授だ。11月26日に石川県西方沖でマグニチュード 6.6 という地震がありました。6.6 というマグニチュードは、この一連の活動の中でも1月1日の地震に次いで2番目に大きい地震ということになります。でそれ以前に起こっていた1月1日の余震も含めますと、この赤の余震域からは若干外れた延長のところで今回地震が発生したということがわかります。今回の地震は1月に起きた地震の震源地と場所が異なっている。関連性はあるのだろうか。ここでは1月1日の地震によって、より地震が起こりやすくなった。ですので、誘発された地震じゃないかと。特に今回地震で動いた断層と、特に能登半島、元日の能登半島地震の間には、マグニチュード7クラスの地震を起こすようなそういう断層がですね、いっぱいありますので、さらに注意が必要なことは、陸域で起こっていると、多分今回の地震でも最大震度が6弱とか、あるいは6強になるぐらいの地震だったわけですね。1週間だけではなくてですね、もう少し長期的に見ても、能登半島周辺っていうのは、地震が起こりやすくなっている状態ということが言えますので、日頃からの備えですね、やっぱり強い揺れに対して、例えば家具を固定するとか、海岸沿いの方はそういう津波に対する警戒っていうのも必要だと思います。およそ1ヶ月後には能登半島地震から1年となる。その教訓を踏まえ、今週政府の専門家会議が大規模地震における対応について報告書を取りまとめた。能登半島地震の災害関連死は235人と、東日本大震災以降の自然災害で最も多くなっている。報告書では、従来行われている避難所などの場所の支援から人の支援に考えを転換し、避難所に行けない在宅や車中泊の避難者にも支援を行き届かせるべきだとしている。政府は報告書を今後南海トラフ巨大地震などの対策に活用したい考えだ。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。土曜朝8時はウェイクアップ。